こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんの、めちゃかっこよくて今最近流行ってる曲ですね、クライベイベーの、ドラムの叩き方の解説だけ先してしまいたいと思います。まあ、今からレコーディングをするんですけどね、今練習ちょっとしてたので、譜面書いてセッティングがあってちょっと苦手なところを、ちょっと練習してました。一番最初のここはまあこれは僕もクラシックをちょいちょいやるので、ボレロとですね、これまあオルタネットで行く人も多いんですけど、僕結構ズルしちゃって。このね、ここね、ここですね。タンタカタタカタタンっていうのは、もうタタタを全部右右左でやっちゃうと、ずっと逆転しないので。こういう風にね、ずっとやっていって、で最後だけ6連符になるので、ここだけやっておけばこんな感じでうまくできるかなと。リズムパターンはですね、基本ここに対してこうでつどつどどんでこうアプローチしたりとかしてますが、ここねつどどんでアプローチしてるけど、まああんまり気にしなくていいと思います。で問題はここですね、さっきからちょっと練習してましたが、どんどんタとタタタタ、これはここがターゲットノートって考えるので、この後の足はどっちでもいいです。なのでどんどんパタタ跳ねるので、どんどんパとタタウタタという意味ですね。ということですね。はい。で B メロは、はい、でフィルインがこれ何回も使ってるんですが、スネアとスネアを足で挟み込んで、でこうやってる「うんたたかたうんたたかた」ってやってる場合と、まあ、最初の1回目だけやってるので、という感じのイメージで叩いてもらえばいけるかなと思います。あとはもうあとは2回目の絵が「ドンタンタンタン」。ちょっとややこしいことを、ここ決めをやってるので、ここだけ気をつけていただければいいかな。あとハーフのとこですね。これはちょっと難しいですね。ここをちょっと練習していただければいいかな。あとはまあ繰り返しだけなので、最後だけ32分でしてますね。大体6連でやってるの、最後だけ32に取ってあるって感じですね。そこ以外は、多分、パッパッとできるんではないかなと思いますが、この跳ねたビートね、この足のダブル、ここをうまくできると思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなという方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。